私はね、新潟県のブラック解放同盟からも訴えられてるんだけども、実は今日、えー、10月24日午前10時30分、新潟地方裁判所の口頭弁論がありました。とは言っても、これはあの、解放同盟から訴えられてる件じゃないです。私が新潟県を訴えてる件ですね。行政訴訟の,あの口頭弁論があって、まあしかもリモートなんですよ。ここから新潟地裁とね、改選をつないでやったって言わまあインターネット越しです。で、それで、 えー、結論から言うとですね、あの、一応決心しました。つまり、あの、弁論これで終わりっていうことです。で、判決期日が指定されてまして、えー、来年1月16日午前10時に、えー、新潟地裁で判決が出されます。まあ私は新潟地裁まで行かないので、まあ次の日か、次のまた次の日ぐらいに、あの、文書が届くのを待つっていうことになります。 まあ、ただその前にね、なんか新潟立法かが、なんかその、新聞社がなんか電話かかってくるかもしれないです。で、この裁判、まあ、一応ね、このチャンネルも何とか説明してるんだけど、一応概要を言うと、えー え、新潟県のね、村上市にある荒川高校っていうところが解放同盟から球断されて、まああれこれね、あの解放同盟から言われたわけです。で、文書として出されてるんですよ、それは。で、それについて教育委員会がそれ持ってるから、私はす、じゃあその解放同盟からね、だ学校に出された文書を、あの、見せてくださいっていうことで、情報公開請求したんですね。で 一旦、その部分公開。まあ、黒、あちこち黒塗りにされてるけど、公開するっていう決定が出たんだけども、ところがですね、あの、解放同盟から横やりですね、審査請求やっぱ、あの、その文書出すなっていう審査請求が入って、で、執行停止という、え、つまりは、一応、あの、公開の決定は出したんだけども、その実際に文書の交付はしないっていうことが、あの、決定されてですね、それでずっと中ブラリンの状態になってるわけです。えー、まあ、それだともう困るっていうことで、 私はあの、新潟地裁に訴えて、その執行停止を取り消してくださいと。つまりまあ執行してくださいと。文書のコピーを送ってくださいっていうことを、あの裁判所に訴えたわけです。で、これについてですね、まあ一応、見どころというかね、この裁判の結果がどうなるかっていうのをね、お話ししますとですね、まあおおむね、あの、二通り考えられると思うんですよ。まあおおむね二通りです。 まあ、三つ目もあり得るんだけども、でも事実上二つしかないかなと思ってるんですよね。一つは、その、執行停止を取り消さない。 で、あるいは執行停止を取り消す。つまり執行するのどっちかですね。で、執行停止を、えー、取り消さないっていう場合になった場合、つまりまあ文書をまだ開示しませんっていうことになった場合は、多分裁判所は却下っていうことにすると思うんですね。却下っていうのはつまり、あの、門前払いっていうことです。そもそも、あの、訴訟の対象にしないっていうことです。で、これをもし訴訟の対象として裁判所が審理するんだったら、まあ多分、その、あの、執行停止を取り消すっていうふうに、 なると思います。まあ、訴訟の対象として審理はするんだけども、あの、執行停止はしないっていうのはちょっと考えにくいかなという気がしてるんですよね。あの、事案の性質上。 まあでもまあ三つ目もね、あり得ることはあり得ると思うんだけども。で、これ、ちょっとね、法律論になって難しいことになるんだけども、まあざっくり言えばその、ね、あの、文書を開示するかしないかっていう、開示をまあ実行するかしないかっていう話になるんだけども、えー、一応法律論としてはですね、まあ見どころとして、ちょっとね、私も、あその、一つこれ、この裁判が判例になると思うんですよ。あの、裁,裁判例ですね。判例になりますと。 あのですね、あの、ちょっと難しいんですけど、えー、行政事件訴訟法っていうのがあるんですね。で、行政不服審査法っていうね、まあ、法律があって、これがあの、行政訴訟だとかね、あと審査請求なんかのルールを決めた法律なんだけども、まあ、で、で、この法律にはですね、ちょっと不備があってですね、 行政不服審査法で、えー、執行停止っていうのはできるんです。その不服の審査をしてる間は、まあまあ、例えばいろんな行政の措置がありますよね。で、この場合はあの文書のあの開示なんですけども、それを執行停止できるんです。ただこれっていうのはあの不服、不服審査をしてる間だけ一時的な執行停止なんですよね。で、ただこれをですね、延々と何年もね、 あの、この審査を先延ばして、ほったらかしにした場合どうなるかっていうことについてですね、その二つの法律っていうのはちょっと想定してない感じなんですよね。だけど、はその、いや、そう、そんな法律の穴があるのは僕はおかしいだろうっていうことで私は提訴したわけで、で、判例を調べてみるとですね、その、平成28年の東京地裁の判決で、えー、その、し 執行執行停止をしてくださいって言って、ある会社が申し立てて、それで執行停止しなかったっていうことがあって、じゃあ執行を停止するように裁判所に訴えたっていう、まあそういう判例があるんですよ。東京地裁でね。まあ地裁判決であるんですよ。その時、東京地裁は、あこれはあの法律のその不備だから、その、 法律が手続き訴訟をしてないっていうそういう法律上の不備だからこれはちゃんと裁判所として救済する必要があるからっていうことで一応裁判所として審理はしますっていうことになったんですねまあ、結果的にはあの執行停止はしなかったっていうことになってるんだけどもただその東京地裁の判例からするとその執行,執行 こう不停止の場合、まあ、少なくともその、執行停止しろっていうふうに言ったけども停止しなかった場合については審理の対象になるってことになってるんです。じゃあ、執行停止の場合はどうなんだと。その、まあ第、第三者というか、まあ、関係者が、利害関係者が申し立てて執行停止した場合に、その執行停止がずっと延々と続いてる場合に、じゃあその執行停止はもうやめてくれと。執行停止をしないでくれっていうふうに申し立てた場合に、これは、あの、 えー、法律上、その、裁判所の審理の対象になるかっていうところなんですね。でょ、当然これについても、あの、行政不服、行政不服審査法にも、行政事件訴訟法にも、その明示的な決まりがないんですね。で、新潟県側の主張としては、いや、これは、その、裁判にそういう規定がないっていうことは、これはそういうことは裁判の、 対象にならないですよと。と法律に規定がないから、これはあの裁判の対象にならないですよ。だから、裁判所は却下すべきだっていう風に言ってるんですね。で、まあ、僕としてはそのじゃ、実際東京地裁の判例があるように、これは別に法律で禁止されてるっていうわけじゃなくて、単にこの法律上の手続きの不備なわけだから、法律の欠陥なわけだから、まあ,あの行政事件訴訟法ってね。あのまあ、裁判で国民が救済を求める権利をあの保障した。 法律なんでね。基本的にその法,法律上これはやったらダメっていうふうに明示されてない部分については、あの、行政訴訟にの対象にしてもいいはずなんですよね。だから、これは、あの、あの単、単にね、法律でそういうことを、その手続きを入れ忘れてるっていうだけの話であって、あの法律上はそういうことをやっちゃダメっていうことになってるわけじゃないから、裁判所として審理して、えー、執行の、あのー、 執行停止に関しては裁判所は取り消しできるっていうふうに、まあ、私は主張してるんです。まあ一応、まあでも裁判官としては一応、あの途中で、これは、まあ東京地裁ではね、執行の不停止に関しては、ええー、この審理の対象になるっていうふうに言ってるので、まあこの東京地裁の判例を当てはめるんだったら、その、執行停止に関しても論理として同じじゃないかと。 その執行不停止についてね、東京地裁があれこれなんか判決文に書いてるけども、その執行不停止を執行停止っていうふうに書き換えたって、あの、意味通るじゃないかと、同じことじゃないかと。ということで、まあ、まあ私もそういう主張をしたわけです。じゃあどうなるかっていうことですね。だから、この裁判ね、まああの、こういう童話関係の文書の情報公開訴訟っていう性質もあるんだけども、その、 行政不服審査法による審査請求をされた、されて、それで執行停止ということを行政が行った場合に、じゃあその執行停止を裁判所で、裁判所に訴えて執行停止の取り消しということをできるかどうかというね、そういう、あの、多分あの、 それまだね、判例としてなかったと思うんですよね。ないと思うんですね。僕は知る限り。なので、その、ひょっとすると、その件について、日本初の判,判例になるかもしれないと。法律上の判断を初めて、新潟地裁が示すかもしれないっていうことですね。ということで、1月16日になる、なったらどうなるかっていうのを、まあ、ちょっと、あの、注視しておいてください。あの、僕もどうなるかわかんないです。はい。 ということで今日はの裁判の,あの、えー、決心したっていうお話でした。